前編でちょっと言い忘れたことなんだけど、基本ルール全大会からの変更点、ここだけちょっと確認して後半行きたいと思います。これは予選のみです。スゴロクマップ内に出現するポイントマスで獲得できる武道会ポイントが2000ポイントに上昇しました。これ前回1000だっけ。まあ上昇したのは別に言うことはないです。まあそれを踏まえてね、後編の方やっていきたいと思います。結構ねこれでかいよね。まあって言って もう後編だから、純血からなんで意味ないですけど、まあ、次から戦っていくときはこれもちゃんと取ってやってきたと思います。はい、それでは、準決勝続きですねからいきたいと思います。はい、今回のフレンドさんはアントニーさん、英語でアントニー、完璧っすよ。相手はねリーダースキル発動しないんで、力属性の記録がプラス6とかにはなんないんだけど、まあ、その補えるポイントとしてこの亀仙人、ランチ悟空がいます、まあ、それはね相手のブロリーにも適用されますんでパッシブだから。じゃあやっていきます。おお、なんかなんだ。まあいいや、とりあえず最初に、金カップ、一番でかいマスから削って、危ね、取られるとこだった。234、そう、6からやっていきたいんだよね。でここで2で相手より早く動くと、そうすれば、好きなのが2回取れる。オッケー。絶対攻めてくるもん。なんか前々回くらいからすげえ攻めてくんだけど。バカだよな、こいつらも。やられるっつうのによ。やべ、これ放てねえかもしんねえ、マジで。放ちますができない。放ちますが、放てませんですね、これ。放てません。すげえ似てるパーティーが、相手の人と。どうしましょう。ちょっと念のため回復。すげえクレーな、ん？すげえ食らうな。よし、もう一回回復しようかな。怖いんだよ。なんかさ、天下一武道会さ、最初第1回とか全然食らわなかったのに、今めちゃくちゃ食らうよね。何この差、びっくりだわ。さあ行きましょう。あらら、危ね。じゃあブロリーでレッツゴー。できない。おかしくね、おかしくない。できなかったね、やっぱちゃんと見てなかった。やっぱ 50% 以上か、そこだよな。 HP が 50% ないともう元も子もねえからな。お、いいね。長く戦うのがコツだよね、最初。相手、うわー、相手5を選んでくんないと俺の方が早く動けない。来たよ。お、絶対来ると思った。潰しときますか。必殺技なくても、ブロリーでポンでしょ。肉まん、次肉まん取ろうかな、決勝の最初で。 50% 以上で上げといて、パッシブ使えるようにしとかないと。
よし、決めた。次は肉まんだ。しょっぱな。はい、1万。あ、で今ので合わせて、28,519 ポイント。少ねえな。それでは決勝です。参ります。マジかー。まあいいや、ワッターさんね。今日はっていうか決勝戦ワッターさんです。ブーね、回復系なんでこれでいきたいと思います。ブロリーいなかった。まあいいよ、いい、よし。それでは肉まんからでかく、うー、まあギリギリ OK かな。4か53、まあもらえるもんもらっときたいしな。よし、それ来るよね、それは来るわ。よっしゃ、あ、打てんじゃん。終了じゃね。残念でした、終了です。これで早い戦いだな、本当。67,867、27,200,26,600,68,300,58,612。オッケー、早い戦いでした。ご愁傷様です。オッケー。ポイントどんぐらい入るんだろう。来ました、優勝回数1回。そしていつもの定番の天下一ランキングは0位です。どうだろう、武道会ポイント、まあ、ちょっと比較してないんで、ぜひ前回の天下一武道会の模様をまあ見て比較したい方はしてみてください。おお、経験値いいね、やっぱ決勝まで来ると。まあ、ということで、天下一武道会のちょっと報酬受け取りまして、受け取った、もう3個とかありがたすぎだよ本当。受け取っての、まあ、ちょっと見てお知らせをね。でパーティーね、どうしようかな、変えようかな。とりあえずね、開催期間が18日の10時ってことは、お計算がまためんどくさいだよ。開催時間の方がですね、101時間あります。もしね、これから言っていくことね、計算とかで全然違ったら教えてください。101時間なわけでしょ。で1時間に、5で1回復でしょ。12、1時間で12回復ということは、101×12 は1212で、優勝まではなんだっけ、10、15、15、20だっけ。これ間違ってたらすいませんね。なので1回優勝で60ポイント使います。20回、優勝20回、最大で無課金ってか流石使わず、頑張ってもうマックス戦えて20回で14万ポイントだっけ。さっき14万ポイントでしょ。1、10、100、1000万、10万かける20は1、10、100、1000万、10万、100万、280万ポイントだね。だから280万ポイント目指して最大でね。まあこれでどのぐらいサボるっていうのが分かるんだけど、まあこの半分ぐらいじゃなかったかな前は。うん、そんぐらいだと思いますんで、今回20勝そして280万ポイント目指してやっていきたいと思います。まあ流石何も使わずに
どこまで順位を上げられるのか、そして報酬がどれだけ手に入るのか、これもまあ比較ね、ずっとやっていけばできるかと思いますんで、これからもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、ムダ毛チク毛動画でお会いしましょう。